アンリ・ギュスターブ・女ョは、フランスの風刺画家である、ディジョンで、資産家の家族に生まれた。父親や、父親と再婚した母親に反抗的で、父親が亡くなった後、実家の女中をしていた女性との間に娘を作り、結婚した。1886年に、地元の新聞の漫画家として働いた後、パリに出て、絵を学び始めた。1894年に、 アンデパンダン展に出展し、美術評論家のレオン・マイオールに注目された。その後も、商業美術の展覧会、サロン・デ・サニア・フランス国民美術協会の展覧会、サロン・ド・トンヌに出展した。1896年に娘を病気で、失い精神的な打撃を受けた。1897年頃から、ポスター画家として人気が出たが、多くの遺産を継承していて、 生活のために描く必要がなかったのでポスターを描くのを止めた。風刺新聞、ラシエット・ブールに寄稿を続け、軍人、聖職者、ブルジョアジー、芸術家などのカリカチュアを描き、彼らを風刺した。パリの生活に飽きて、1911年からチュニジアに住むようになり、1913年にはイスラム教に改修し、アブドゥルカリームと改名した。この頃、 イスラム教に改修したフランス人画家にはナスレディヌギネやイワン・アグエリもいた。アルジェリアでスーフィズムの教団を開いたアマード・アル・アラウィの教えに従った生活をし絵を描くのもとめ、1923年や1927年にイスラム教に関する著作を出版したが、最終的にはイスラム教から離れイスラム風の生活も止めた。チュニジアのシディブサイドで没した。 ありがとうございます。